こんにちは、スタイリストの大山俊です。いやー、暑いですね。まあ、さすがにこんなに暑いと、まあ、おしゃれをする気分にもなれないという方、少なくないかなと思いますし、まあ、僕自身もそうなんですね。重ね着なんかはなかなかしづらくて、まあ、僕自身ですね、 T シャツを着ることが圧倒的に多いんですが、まあ、この T シャツって結構ですね、似合わせるのが難しいアイテムでもあるのかなと思ってるんですね。そこで今回はですね、T シャツが似合わない理由ベスト3というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。もちろんですね、理由だけをお伝えするのではなくて、それをですね、どのようにすれば解決できるのか、ここまでしっかりとカバーをしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければな といいう,うに思っています本当、まあ、ね、こんなに暑いとね、まあ、以前であればおしゃれのためにですね、夏でも我慢をするということも僕もしていたんですけども、さすがにですね、30代後半になってくると、まあね、おしゃれさも大事だけど、それよりも快適さというところもやっぱり重視したいなというふうに思うようになったわけですね。まあ、皆さんもですね、動画を見ている方は30代の方とか40代の方が多いかなと思うので、同じような気分なんじゃないかなと思うんですね。 まあ、ただね、この T シャツはいくつかポイントがあって、ここを押さえておかないと、どうしてもね、僕ら世代には似合いにくいところもあるかなと思うので、そのあたりの情報ですね、皆さんと一緒にシェアしながら、夏のファッションをですね、快適かつおしゃれに楽しみたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、 僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらの方からチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、早速ですね、具体的に T シャツが似合わない理由について解説をしたいなというふうに思ってるんですが、まず一つ目は、全身がカジュアルすぎるという問題なんですね。そもそもですね、T シャツというアイテムの特徴を考えてみると、やっぱりですね、カジュアルなのか、綺麗めなのかと言ったら、もう断然カジュアルなわけですね。もうドカジュアルと言ってもいいぐらいカジュアルなので、まあ、それに対して合わせるアイテムまで全部カジュアルだと、 なかなかですね、T シャツスタイルが子供っぽく見えて、僕ら大人世代には似合いづらいんですね。例えば T シャツの中でも、プリントの柄のものを着て、そこに対してショートパンツを合わせて、なおかつ靴に関してはサンダルを履くというような形、そうなるとですね、全身がカジュアルになってしまうので、なかなかですね、僕ら自身の見た目とギャップが生じてしまって、似合いづらいんですね。 ですので T シャツを着るときにはどこか一点だけでも構いませんので綺麗めな要素を交えてもらった方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています、まあ、例えば T シャツを着るんだったらボトムスはショートパンツではなくてロング丈のパンツですねまあ僕はこのように今ブラックのパンツを履いているわけなんですがこれはもう定番のユニコーンスラックス調のアイテムですねこういったブラックのパンツを合わせてもらうことで少し綺麗めな要素が漂うかなというふうに思っています、まあ、パンツはですね まあ、きれいめの要素を取り入れるにはすごく使いやすいんですがあとはどうしてもショートパンツを履きたいときには足元はですね、まあ、手羽のようなサンダルもいいんですけどもちょっと小綺麗に見えるようなこういったスリッポンですね、まあ、リベアのスリッポンなんかちょっと大人っぽく小綺麗に見えるのでこういったもので少しだけでもきれいな要素を取り入れていただいた方がバランスがいいかなと思っていますもちろんですね全身カジュアルでも似合う人っているんですよ、まあ、僕自身も結構ですね T シャツ短パンサン サンダルみたいなスタイルもやるんですけどもまあ、それをやるにはある程度体型が絞れている必要もありますし着こなせるような一定の知識だとかセンスがないとなかなか難しかったりするのでまあ、ファッションにそこまで自信がない方であれば少しでもいいので綺麗めな要素は取り入れた方がいいかなと思うのでまあ、一番はですねパンツを綺麗めにするブラック系のイージーパンツなんかは使い勝手がいいかなと思うのでこういったもので綺麗さを調整してあげるのが僕はバランスがいいのかなというふうに思っています はい、続いて2点目のですね、T シャツが似合わない理由なんですが、これはサイズ感の問題なんですけども、サイズ感がタイトすぎるというような問題ですね。 これも結構ありまして T シャツって1枚で着るときにどのようなサイズ選びをするのかで見え方が全然変わってくるんですねまあ今からですね2、3年ぐらい前だと T シャツのサイズというのもタイト一辺倒のものがですね多かったわけですねですのでその感覚で今も T シャツを選んでいる方は少なくないかなと思うんですがやはりですね T シャツにもトレンドがあって今はですねサイズ感としてはややゆったりめというところが主流になってきているんですね なおかつ僕ら世代だとどうしてもですね、体型的に丸みが出てきてしまうので、タイトな T シャツを着てしまうとお腹がぽっこり見えてしまったりだとか、あとは乳首が浮いてしまったりするので、 これまたですね、素敵に見えないんですね。ですので、もしですね、T シャツ1枚で過ごすのであれば、サイズ感はですね、少しゆったりめを選んでもらった方がいいかなと思いますし、生地の厚みもですね、タイトに見えないように、少しだけ肉厚なものの方が、僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。今着てるのはですね、こちら、もうユニクロ U のエアリズム、定番ですね。これなんかまさにですね、サイズ感ほどよくゆったりなんですね。まあ、僕はあえてですね、ワンサイズ上を選んでいるわけなんですが、 まあ普段のサイズを選んでも袖はちょっと長めになっていますし、身幅もですね、ゆとりがあるので、まあ大人世代でもですね、ほどよくトレンド感を取り入れながらもですね、体に張り付くようなサイズ感ではないので、一枚でも様になりやすいかなというふうに思っています。生地の厚みもですね、このエアリズムそんなに薄すぎないので、 体型を拾うようなこともそんなにないかなと思うんですね。まあ、このような T シャツを着た方がですね、今っぽさというところも程よく取り入れることができるので、大人の男性にもですね、T シャツが少し似合いやすくなるのかなというふうに思っています。特にですね、30代、40代の僕ら世代というのは、タイトシルエットにですね、見慣れていて、なかなかですね、そこから脱却できない方もいらっしゃるかなと思うんですね。ですので、本当にいつものサイズよりも少しゆとりがあるぐらいで構わないかなと思うので、T シャツだけはですね、ぜひですね、タイトすぎるものではなくて、 少しゆとりを出しながら風が通り抜けられるような少しですね大人の余裕みたいなところをですね漂わせていただければなというふうに思っています。 はい、続いてラスト3点目なんですが、これがですね、一番大きな原因かなと思ってるんですが、T シャツスタイルが地味すぎるというものなんですね。まあ、T シャツというのはもう見てもわかる通り、シンプルな布1枚のものなので、どうしてもですね、着こなしにアクセントはなくて、退屈に見えてしまいがちなんですね。例えば T シャツの王道といえば、白 T があるかなと思うんですが、これをですね、似合わせるのって意外と難しいんですね。白 T ってめちゃくちゃシンプルですし、 なおかつですね、結構下着感が出てしまうので、意外とですね、これを素敵に着こなすのが難しくて、もちろん、イケメンだとか、高身長でスタイルがいいだとか、あとは雰囲気があるだとか、センスが良さそうだとか、こういった要素があれば、白 T シャツでも十分にですね、他の要素でカバーができるんですけども、一般的な男性がですね、白 T シャツを着てしまうと、どこか下着感みたいなものが漂ってしまうので、どうしてもですね、おしゃれに見えづらかったりするんです。 ですねですので T シャツのスタイルを少しでもおしゃれに見せるためにはアクセント要素を取り入れてみるのがいいかなと思いますここにはいくつかの方法があるんですが例えばですね T シャツの色選びをですね工夫をしてみるこれも一つの手段かなと思ってるんですが例えばユニクロ U のエアリズムでもカラー展開たくさんありますよねその中でも白だとかブラックだとかネイビーだとかこういったものはオーソドックスでいいんですがどうしてもちょっとシンプルに見えがちなのでそう そういう場合には僕が今着てるようなオリーブを選んでみたりだとかあとはユニクロ U のネイビーもですねちょっとロイヤルブルーっぽいような色味ですごく良かったりするんですね、まあ、通常のネイビーだともっと濃いめでブラック目のネイビーが多かったりする中でユニクロ U のエアリズムのネイビーはすごくいい色なのでこういったものを着てみるだとかもしくはホワイトではなくてライトグレーを選んでみるだとかそういった形で色の綺麗さみたいなものを使いながら少しアクセント要素を取り入れるというのも一つの方法かなというふうに思っています それ以外にはですね、T シャツスタイルは腕が露出するので、こういった時計だとか、あとはバングルだとか、ちょっと手元にですね、アクセント要素を取り入れてみるというのも、一つの方法としてはいいのかなと思います。これがあるかないかだけでもですね、全然見栄えが変わってくるので、ぜひですね、こういった小物というものもうまく活用していただければなというふうに思っています。あとは足元ですね、シンプルなホワイトレザースニーカーみたいなものも、ベーシックで使いやすいんですけども、 僕が今履いているようなこういった黒系のですね、スラック調のアイテムを履くときには、ちょっと足元にですね、 あえてサンダルですね。こういった手羽みたいなものを履いてみるだとか、あと今旬なエアリフトですね。そういったものを履いてみるのもいいかなと思いますし、先ほど持ってきました、こういったリベエラーみたいなもので、少しですね、夏っぽさを出してあげるだとか、足元で少し遊んでみるというのもアクセントとして加えるのにはすごくいいかなと思うので、まあシンプルになりすぎな時にはですね、ちょっと小物みたいなものだとか、色使いで遊んでみるというのがすごくわかりやすいからと思うので、そういった形で調整をしてみるのがすごくいい いいいいいかかなという,ふうに思ってまますすす、ま、ず分かりやののは T シャツの色ですね僕自身はですねユニクロのこのオリーブめちゃくちゃいいなと思ってまして、まあ、オリーブというよりは結構ダークグリーンに近いようなもので、まあ、今季はですねユナイテッドアローズのオリジナルのもので7 8 0 0 0円ぐらいするような T シャツそれもですねダークグリーンのものを選んだんですがそれと見比べても結構ですねこれもまた上品に見えるんですね、まあ、ユニクロ、U、のエアリズムは1500円で買えましてなおかつこの色の綺麗さというところが実現できす できるのでぜひ皆さんににもおすすめしたいいいアイテムかなという,ふうに思っています綺麗な色というのはですね、単体で来た時にすごく華やかに見えますし、意外とですね、女性から好印象を持たれやすかったりするので、こういった色を取り入れてみるというのが、まずはファーストステップで、それに付随してこういった時計だとか、小物だとかを取り入れてみたりだとか、あとは夏らしいですね、サングラスですとか、あとはサングラスよりもちょっとですね、レンズの色が薄いようなカラーレンズなんかを取り入れてみるのもいいかなと思うので、そのあたりはですね、 調整をしながら退屈に見えがちな T シャツスタイルというところですねリニューアルしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、退屈に見えがちな T シャツスタイルのですね、解決方法を3つ皆さんにご紹介させていただきました。どうしてもですね、カジュアルに見えがちな T シャツスタイルに対して、ちょっと綺麗めなボトムスを取り入れてみたりだとか、あとは靴で綺麗さを取り入れてみるというのが1つ目。2つ目に関しては、サイズ感ですね。少しゆったりめに振ってみるというところで、今っぽさを加えてみるのもいいかなと思っています。そして3点目に関しては、色だとか、あとは小物でアクセントを加えてみるという 項目なんですがこの辺りを意識するだけでいつもの T シャツスタイルがだいぶですね、こなれて見えるかなと思うのでスタイル自体はシンプルにしながらも少しずつですね、アクセントを加えながら今っぽさだとかあとは今のトレンド感というところを取り入れながら夏の T シャツスタイルをですね、なるべく快適に涼しく、だけども最低限のおしゃれさというところを皆さんには実現をしていただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上スタイリストの大山俊でした次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンバーシップチャンネル